こんにちは、はるぺこツインズ姉のかこと妹のあこです。今日食べるのはこちら、サーモンとブリのハーフポキ丼です。こちらコストコで買ってきました。前食べたことあるサーモンポキと、うん、これずっと気になったブリポキかっこ明太子ソースっていうので、ちょっと辛いんやけど、うん、挑戦してみたいなと思って。ブリ大好きやから、ブリ大好きやから、そう、もうめっちゃいい香り、ニンニクよ、うん、ニンニクの香りもする、すごい香り。では早速いただきまーす。違う、ブリポキ明太ソース、サーモン、サーモンポキ、ハーフトッピング、余った卵白でスープを作ってくれました。ブリポキから思っとったほど明太感なくて、プチプチ感の方が強い、うんうん、ポキって甘いイメージだったけど、こっち結構しょっぱい系っていうか、あ、うん、しょっぱい系、めっちゃご飯に合う、うわ、進むご飯。ニンニクの芽もっと邪魔するかなと思ったから全然そうじゃなくて、シャキシャキ感ですごいいい具合になってる、うんうん、美味しい。サーモン、うわ、これハーフにするの正解だと思う。え、なんでこんな美味しいの。こっちはごま油の風味で、こっちはまた違った和な感じやから、もうめっちゃ美味しい。全然違う、めっちゃ美味しい。もうてかサーモンもブリも本当に美味しい。こんなでかいのにもうすぐ溶けるからね、うん、でかさすごない、うん、スープ、わー、ほんと美味しい。卵白入るだけでも美味しいよね。卵を割りたいと思います。あー、すごい、こっちに綺麗に流れています。これで見えるから綺麗、うん。卵はね、絶対何にでもトッピングしたいと思う。やっぱよりまろやかになるから、うん、本当に合う。このブリポキすごいニンニクの香りがするから、この細いのニンニクの芽やと思っとったんですけど、でもそれにしては細いなと思って、単体で食べても食感が良くてニンニクの香りしないし、なんやろうって思ったらシーアスパラガスってやつでした。初めて聞いた。私冒頭でめっちゃニンニクの芽の味がしますねって、もう早速も幸せした発動してます。でもコストコでこれ見かけたことあって、こんな食感ないの、元からこの細さ、元からこの細さの見たことあって、激細、1センチないレベルの、うん、なんかシャキシャキして、うん、みずみずしい、何に例えればいいのこの感じ。なんか食感的にはネギとニンニクの芽の間みたいな、うん、味はでももうポキの味になっとるからあれだけど、美味しい、味はしやんわ。見えるところに見てこれ、あたり入れといて、うわすごい、え、私にもってこと、うん、うわ、卵白の塊って本当美味しいことない、うん、めっちゃ発音おかしくなったわ今、美味しすぎて。あ、スープは一人、え、熱い、これすぐこうやってしとかなきゃ、冷やす？飲んだ方がいいかな。いや。そうでしょう。こうやって私ポンコツばっかり発動させてるんです。申し訳ありませんでした。スープが1人1リットルありますって言おうとしたら、盛大にこうしまして、ベチョベチョになりました。でもこの服はお気に入りなので、このままびしょ濡れのまま強行突破したいと思います。でもこれ見て、もうサーモンとブリを一緒にやるな、できるこの合体バージョン。
私の SNS を見てくださってる方はご存知かと思うんですけど、盛大に火傷をしまして、ケトルで沸騰させた100度のお湯を左足にこぼしました。もうね、人間ってね、あんなことが起きたら思考が停止するんですね。もう熱いんやけども、熱いしか言えなくって、もう赤がだからもう脱ぎなって言われて、もうそれで、あ、脱がなみたいな感じ脱いで、もうずっともだれとって、でもその間になんか机にいっぱいこぼれとるし、あ、それそのしやなみたいな、そう、自分の体よりも私やさ、もう体の心配してるのにさ、熱くなるみたいな、いや机から汁がこぼれとるみたいな、床拭かなみたいな、自分の体よりもすごい机と床の心配して、でなんでってなって、でそのままアコがお風呂場に連れてってくれて、でシャワーをずっと当てとって、でその間に掃除とか氷水とか全部準備してくれとって、もう本当にありがとうございますでもうそのシャワー終わって、で氷水でずっと冷やしとって、で20分ぐらい冷やしたんかな、氷水 で、うん、で冷やし終わって、あーもう本当ごめんみたいな、一段落ついていけるかなと思ったん、自分では別にそんな痛みちょっとぐらい耐えられるわと思ったけど、もう尋常じゃない痛みで、うん、もうヒリヒリみたいな、そうヒリヒリ、もうずっとジンジンヒリヒリして、アイシングした後ってさ、こう学生の頃ずっと陸上してたんで、うん、アイシングしてたら結構時間戻るのさ、上位ね、遅いよと戻ってくるの、そうすぐ感覚戻って、もうすぐ痛くなったの、うん、あもうこれはもう無理やと思って、で夜間のところ調べてくれて、でそこに行って、で予約がしたんですね、もう本当に無知やから、うん、もうそういうのも本当にもうこのご時世で私は何しとるんやと自分も思ったんやけど、で受付の方にその予約されてますかって言って、あ、知らないですって言って、ここ本来ならば予約されるんですって言われて、うん、あ、そうなんですね、あ、じゃあみたいな、あ、でも今日は本当大丈夫なんでって言われて、もう本当に申し訳なくなって、でそのまま待っとって、救急やからもうすごい人なの、もうしきりに人が来るから、もうその現場を目の当たりにして、その LINE でなんかもう大丈夫かなって心配しとったから、来た時にもう緊迫感がすごすぎて、なんかもう来たことに申し訳なくなるって言って、もう本当にもうやけどで来たことが申し訳なくなるっていうぐらいやったんやけど、看護師さんが来てくださって、今ちょうど皮膚科の先生がいらっしゃらないですって言われて、ああ終わったと思って、うん、違うそのところを紹介してもらって、その皮膚科の先生がいるところがあるんですって、でも、もうその時もう10時半過ぎとったのかなぐらいで、こっから遠いんですけどって言われて、もうその時点で私、ああもう行きやんわと思って、終わったと思って、でちょっと待ったら、そしたら皮膚科の先生がいらっしゃいましたって言ってくださって、もう奇跡と思って、本当にありがとうございますと思って、うん、ですぐ見ていただいて、1度の熱傷と2度の熱傷って言われて、状況とかを説明するじゃないですか、説明したらもう本当に完璧な応急処置じゃないって言われて、もうアコンのおかげと思って、あ、そうじゃなかったらもうすごいことになったなと思って、なんかこんな感じでね、ここちょっと下がってくるから無理なんですけど、ここと水膨れもすごいもん、そう、あとこうやりました、皆さん火傷お気をつけください、本当にお気をつけて、家におっても私みたいな声もほんとどんくさいことするやつがおるから迷惑かけてしまうこともあるけど、もう家におって何も知らんことが一番本当医療従事者の方のためになると思って、もう本当に思った、ね、もう申し訳ない気持ちでいっぱいで、ツイートしてしまった申し訳ない、うん、でもその気持ちがある方がまたありがたいって医療従事者の人が言ってくださって、だからその気持ちを持って皆様行きましょう、本当もう医療現場がものすごい大変やってことはすごいもう十分分かっとるんやけど、記事で見るし、実際テレビとかを見やんと映像とかでこう見ることがなくって、でも過去から聞いて本当に壮絶で緊迫しとるみたいな、もうそれを聞いても私たちができることはもう医療従事者の方の手を煩わせやんことが一番やから、もうだから本当うちにおったりとか、もうとにかくだから自己防衛だから、もう手を煩わせない、もうそれが一番やなと思って、けど本当に緊急な時は絶対に聞かないように行った方がいい、ね、リプライをたくさんいただいたので、リプをいただいたから行ったもん、そう行った、そうだから、うん、自分の判断にはなるけど、その見極めも十分大変、うん、もっと改めて医療従事者の方に感謝していきたいなと思って、本当に感謝ありがとうございます。インゲン似てる、あ、それやん、インゲンや、5枚にしたら美味しいなと思ったら、インゲンの5枚よく食べとったなと思った、そう、噛んだ瞬間ちょっとだけ水が出る感じ、うんうん、インゲンや、
アスパラやけど。見てください、今この私が着ている服、 Take it easy、 猫先生の T シャツを視聴者さんが作ってくださりました。お揃いです。もっと上げるやん、猫先生の胸毛ふさふさ部分が見えやん。え、そう、ここがめっちゃ、ここ、え、ここチャームポイント、私たちの中で買ってみて、かわいい、かわいい。私がね、やけどした時にね、猫先生がね、あの絵をね、泥だらけになって運んでくれたのね、もうほんと泣きそうになった、泣きそうになった。そう、いつもね、このイラストを描いてくださってるのは誰ですかっていうコメントいただくことが多いんですけど、うん、松本さんっていう方なので、あの下にちょっと貼っておきますので、ぜひ皆さん見てみてください。漫画家さんなんですけど、もうとっても癒される絵を描いてくれます。いつも私たちが着たい服、着たいところ、うん、食べたいものを全て描いてくださるので、うん、勝手に夢が叶っております。ありがとうございます。このブリポキが美味しすぎて、珍しくサーモンを先に食べるという。サーモンに明太子のっとる。このシーアスパラガスのおかげでこってりしとっても口の中がリセットされるから、うん、存在感めっちゃいい。最後の一口、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。いや、なんかサーモンが好きやからサーモンの方が勝つかなって思ったけど、うん、ブリポキの美味しさ、味付けがニンニクと明太ですごいね、うまく組み合わせると、うん、なんかちょっとしょっぱめやからご飯がすごい進む味付けっていうか、うん、ブリポキって結構前にもう新商品として出てたんですけど、うん、調べてた時にこう明太ソースで、あ、明太かと思って、辛いんかなと思って、これ調べてたらちょっとピリ辛ですみたいなこと書いてて、あ、ピリ辛なんかと思って断念してたんです、うん、もうブリめっちゃ好きやからもう出た瞬間ブリポキみたいな、すごいテンション上がったんやけど、明太ソースってそのワードによって辛いから食べるやって先延ばしにしてたんですけど、最近ね、あの辛いものを食べれるようになりたいっていう欲が芽生え始めて、うん、ちょっとずつそのね、辛いものを食べる訓練をしております。我々、カップ麺1個食べてるだけです。例えばお腹が来た時にいつもやったら辛いから食べるのやめようと思ってたやつを最近は頼んでみるようにしたりとか、うん、ちょっと避けるのをやめて食べるようにしようってなったら、うん、今回ブリポキ丼がね、そんな辛く感じやんくて、むしろ適度なピリ辛さですごい美味しかったから、うん、ちょっと世間のピリ辛と我々のピリ辛が少しずつできてるかもしれない、少しずつ追いついてきてるかもしれないなって思った、うん、もうすっごい美味しかった両方とも、うん、サーモンポキはもう立証されてるので、サーモンがもうすでに美味しいので、そうです。でもちょっとしょっぱめの味付けとかご飯をバクバクいきたいって方はブリポキの明太ソースがいいねって思いました、うん。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。 Twitter と Instagram もやってるのでよかったらフォローお願いします。バイバーイ。